平野紫仕様、ファンに送る公式 LINE メッセージ、もうしばらく楽しみにしててください。今回は、元キングプリンスへのメンバーである平野仕様が、待ちに待ったファンへの公式 LINE メッセージを通じて、彼の最新情報と心温まるメッセージをお伝えします。平野紫仕様、新たな LINE のショーが始まる。 2023年8月16日、平野市洋がファンに向けて公式 LINE からメッセージを届けました。この LINE は、滝沢秀明氏が率いるエンターテインメントプロダクション、飛べ、が、ファンとのコミュニケーションの新たな手段として公開したものです。これまでに神宮寺雄太や滝沢秀明氏からのメッセージが届いていましたが、平野からのメッセージは初めてのものでした。 平野紫耀明るい挨拶でファンを魅了。メッセージの冒頭、平野のしは明るく挨拶します。どもショーです。皆さん、いかがな夏をお過ごしでしょうか。との言葉でファンの心を温かく迎えました。そして、彼の髪型についても触れ、僕は髪を結構切りまして、襟足も16。 17センチメートルくらい切りまして、ロンケ男子卒業ということでクールビズしております笑い。と、自身の最新のビジュアルについて説明しました。インドア派の平野仕様夏の過ごし方を告白。夏の過ごし方について、平野市用は興味深いエピソードを披露しました。 彼は渋滞に怯えているようで、仕事以外の移動をほぼ控え、室内で過ごしていることを明かしました。また、お墓参りに行けていないことに触れ、またどこかで名古屋戻っていこうかなと思ってるよ。いろいろ報告しなきゃだしね。とファンとの再会を楽しみにしている様子を伝えました。とべとの協力に期待。平野の仕様は、 とべとの協力についても言及し、ファンに向けてアピールしました。お仕事の方もとべのみんなといろいろ話し合い、打ち合わせをしながらいろんなお仕事をやっていく予定なので、もうしばらく楽しみにしててくださいって感じかな、と述べ、今後の展望に期待を寄せました。ファンの反応。平野仕様の公式 LINE メッセージに喜びの声が広がり、SNS 上では、 関連トレンドが並びました。ファンからの感想やコメントは、彼の人気と存在感を再確認するものとなりました。結論。平野紫耀の公式 LINE メッセージは、ファンにとって待ちに待った瞬間であり、彼の明るいパーソナリティや最新情報に触れる貴重な機会でした。今後の戸辺との協力や活動にも期待が高まり、 彼のファンたちはもうしばらく楽しみにしていることでしょう。この記事を通じて、平野の仕様のファンには彼の近況や今後の展望を知る機会を提供し、彼に興味を持つ読者には彼の魅力と個性を伝えることができました。新たなラインメッセージからのメッセージは、ファンとアーティストの距離を縮め、特別な瞬間を共有する素晴らしい方法となりました。 それでは、平野の仕様のファンの皆さん、彼の今後の活動に期待しつつ、楽しい夏をお過ごしください。